基本的にスマホで撮ってあげるっていうのができればいいんですね。でスマホだけで始める方法としてはもうYouTuber を目指さないってことですね。YouTube を集客に使う方が稼ぐことができます。でなので自分のサービスをしっかり作って YouTube で売っていくってことですね。YouTube 動画やはりですねスマホ1台で始めたいっていう声が結構あります。海外移住された方のご相談です。まあ、スマホ1台で始める方法手段ということなんですけども、やっぱり、まあ、海外にですねもし行かれるのであれば、海外のですね動画というのは映えますよね。やっぱり非日常なので日本人にもすごく興味を持たれます。そこだけでも差別化できると思います。まあ、あと日本にいるときはですねいろんな方法があるんですよね。例えばもう、YouTube の動画をですねすごい凝って作んなければいけないっていう人が多いんですけど、僕のこの動画見てもらえば分かる通りめちゃくちゃですよね。もう画角とかめちゃくちゃですし、編集もしませんし、ワンテイク撮る